お前って本当にせっかちだな。随分と長居したな。そろそろ体を動かさないとカビが生えちまうぞ。おとなしく仕上がれ。こいつはどうだ。された地風守護の神殿の一つだよ。この神殿が放棄されたのは何年も前でね、モンドの人でもめったにここには来ないの。だから中は獣やヒルチャールの巣窟になってるかもしれないね。はぁ、あ、風魔竜でさえ自分の神殿を捨てたほどだし。実はね、私もショックなんだけど、風魔竜はかつて地風守護の一つとして数えられていたの。え？この話は置いといて、どう？何か感じた？ここの風少し変わってる。中へ入ってみよう。気をつけて、竜の力が影響を及ぼしているから。操作台を使えば扉が開くよ。
見えた、神殿の最深部だ。状況に陥った時のために秘密兵器を用意してきたの。その名も爆弾人形ウサギ伯爵。逃げられない。あれって火薬が詰まった樽だよね。うん、矢で撃てば起爆できると思う。
雨のような。ヤオ、ジンさんの役に立てたと思う。以前なら城内の安全を死守することはできた。まあそれもジンさんの力があればこそなんだけど。でも今風魔竜がモンド城内を直接襲うようなことがあったら、風向きが変わったのなら策も考えるべきよ。これはリサさんの口癖だよ。そうだ、前に話した四風守護の話だけど、過去の歴史に興味があったらリサさんに聞いてみるといいよ。先に言っておくけど、私が歴史苦手とかそういうんじゃないからね。図書館司書の知識が偵察騎士を上回っているのは当たり前のことでしょ。元素の流れも地脈の循環も元通りになるだろうな。騎士団に戻ってみるか。もちろん他にやりたいことがあったらオイラも付き合うぞ。そうだ、四風守護の神殿でまた失われた風神の瞳を手に入れただろう。今後も入手するかもしれないけど、そいつの使い道を忘れるなよ。
お前もサボることがあるんだな。立っているだけじゃ退屈だな。あそこのお姉さんが手を振ってるぞ。行ってみようか。冒険者協会へようこそ。あなたのことは観察させてもらいました。観察？こいつなんかしたのか？いえいえ、優秀な冒険者を見つけることも私の仕事ですから。あなたから伝説の冒険者たちと肩を並べられるほどの素質を感じます。ひひ、それはオイラもわかるぞ。彼と一緒にいると安心できるんだ。でも冒険者にとって素質よりも経験の方が大事です。冒険経験を積み重ねることで冒険ランクが上がります。早速新しく入ってきた冒険者に紹介しますね。待って、オイラたちもう正式な冒険者になったのか？安心してください。冒険者協会には会費を払う必要も強制的な義務もありませんから。つまり協会に入ったらメリットだらけ、デメリットはありません。とにかく冒険ランクが上がるたび冒険者協会から報酬をもらえます。これは協会から新人へ送るプレゼントです。確認してくださいね。入会を歓迎します。冒険者の申請、これはあなたの冒険の証です。新人の加入はとても大事なことですから当然です。これには協会の会員の証、それと冒険、その時は冒険ラン、今はまだその時では。頑張ってくださいね。星と深淵を、
ずいぶんと長いしたな。そろそろ体を動かさないとカビが生えちまうぞ。あ、漁師トーストの匂いだ。あ、鹿狩りの方から匂うぞ。柔らかいトーストを厚く切って、玉ねぎをいっぱい乗っけて、少し焦げ目がつくまで焼いたら、そのまま口に。よし、決めた。早速鹿狩りに行って漁師トーストを買おう。もちろん。どれにしようかな。漁師トーストは、実はこれも食、お前の腕は鹿狩りを、オイラは喜ぶ失望。これまずいことになったな。おお旅人、これは千の風に感謝しないとな。今お前に出会えたこと、これは凡人を助けるため風神が使わした使者よ。どうか手を貸してくれまいか。うわ、なんかムカムカするぜ。実は騎士団の奴らの耳には入れられない話でな、お前にしか頼めないんだ。だからここじゃちょっと場所を変えよう。そうだな、騎士団横の庭あたりがいいだろう。なんか怪しいな。
この辺なら大丈夫だろう。早く教えろよ。何から話すか。そうだな、まず一つ、お前、俺個人の過去に関わることだから他言無用で頼むな。安心しろ、オイラの口は固いぞ。実は俺の祖父は海賊だったんだ。へえ。いやいや、反応薄くないか。さては信じてないな。ほら見ろ、この眼帯は海賊である祖父の遺伝なんだ。血がつながっている証だろ。旅人、そんなの常識だぜ。母親のくせ毛が子供に遺伝するのと同じ理屈さ。昨日祖父が残した手記を読んでいて偶然見つけたんだ。お宝についての記述をな。あ、お宝。手記によると、お宝の隠し場所は失われたアルカディア遺跡っつうところらしい。お宝。けどな、遺跡の所在については未だ手がかりがないんだ。お宝。ガイア、それはどんなお宝だ。金塊か。金目のものなど三流のお宝さ。祖父の宝は剣だ。手にするだけで無敵の力を得られる真剣らしいぜ。もともとは天空の島にいる神がうっかり海に落としたもんでな、それを祖父たちが引き上げたんだそうだ。その剣を手にした瞬間、雷鳴は轟き、海は荒れ狂い、晴天だった海原に突如として竜巻が現れる。真剣の力で祖父は8つの頭を持つ海蛇や銀髪のサキュバス、深淵の蛇竜を倒したそうだ。しかしあまりにも強大であったため、他の海賊たちがその剣を奪おうとしてきた。争いを避けるため祖父は真剣を隠したんだ。世界は未知に満ち溢れているからこそ面白いんじゃないか。うわあ、すごい、すごすぎる。だが近頃ある砲塔団の動きが活発でな、いくつもの遺跡が洞窟にあっているんだ。そのアルカディア遺跡も奴らに見つかっちまうんじゃないかって心配なんだよ。そりゃダメだ。悪い奴らに取られるぐらいなら、オイラたちが。とにかく安心しろ、オイラと旅人が力を貸すぞ。ほう、助かるぜ。くれぐれも内密に頼むな。いい。なあ、どうだ、ワクワクしないか。すっごい真剣らしいぞ。とりあえず冒険者協会へ行って情報を集めようぜ。遺跡のことなら冒険者たちの方が詳しいだろう。お前って本当にせっかちだな。落ちてきた八つの頭を持つサキュバスや銀髪の海へ、超超すっごい真剣をさ。
探してるんだ。え、どっちも似たようなもんだろ。それにお宝の隠…それでサイリスさん、失われたアルカディア遺跡ってどこにあるか知らないか？アルカディア遺跡、聞いたことない名前だ。でも情報提供ありがとうさん。見つけたら俺にも見せてくれよ。ん？情報って…めぼしい手がかりを見つけられなかったな。さすがは真剣の隠し場所だ。とりあえずもう一度ガイアに会いに行こできたか。何かわかったか？冒険者協会で聞き込みはしたけど手がかりなしだった。当然だな。わ？いや、手に入れがたいものほど手にした時喜びを感じられるものだろう。そこでだ、俺の方でちょっとした知り合いに頼んで裏の情報屋に行ってもらってね。どうやらアルカディア遺跡について知っている人間が。本当か？そいつは今。そう慌てるな。情報屋にもルールがあってな。情報の漏洩を防ぐためにまずは連絡係に会わないといけない。待ち合わせ場所はささやきの森だ。そうと分かれば早速向かおうぜ。助かる。頼んだぜ。もちろん情報量についてはこちらが持つから安心しろ。へへ、任せろ。
見ろ、あの子は危ない。とんだ目にあったわ。あいつの頼みなんて聞かなきゃよかった。あいつ？ありがとう、助かったよ。セピロス騎士団の人たちよりよっぽど頼りになるのね。これぐらい朝飯前だ。こいつは旅人として毎日いろんな厄介事を解決してきてるからな。旅人？じゃあ君だったのね。まさか待ち合わせ相手に助けられるなんて。それじゃあお前が？ちょうどどうお礼をしたらいいか考えてたの。今回の情報はタダでいいわ。情報屋は人脈を重んじるからね。もちろん、君は命の恩人だもん。やったー。あ、でも結局得するのはガイアじゃないか。それじゃあよく聞いてね。アルカディア遺跡についての情報。湖の城に六本腕の巨人が3体いる。2体は神の像を守り、1体は神々の財宝を守っている。に、それだけ？この情報が記されている紙にはこんな絵も書いてあったわ。これは宝の地図か？はあ、苦労して手がかりを手に入れたはいいけど、次は謎解きかよ。でもこんなもん、旅人にかかれば大したことないよな。ま、解けなかったらガイアに聞いてみよう。この紙はあなたたちにあげる。忘れたらいつでも読み返してみて。ありがとう。湖の城に六本腕の巨人が3体いる。2体は神の像を守り、1体は神々の財宝を守っている。どういう意味だろうな。ガイアの手を借りたくないなら。
お前もサボることがあるんだな。お前って本当にせっかちだな。来たか。その手に入れたはいいけど、一筋縄じゃいかな。湖の城に六本腕の巨人が三体いる。二体は神の像を守り、一体は神々の財宝を守っている。謎解きか。ベタなこった。湖の城はモンドのことで間違いないだろう。で、六本腕の巨人は六に関わるものといったら、おお、さすがだ。風車の羽はちょうど六枚。それを六本腕の巨人として例えているん。ああ、言われてみれば。あとは簡単だ。三本の風車のうち、神の像の近くにある二本が神の像を守る巨人。
残りの一本が守っているものこそおそらくお宝。オイラでもわかるぜ。うまく行こう。その風車のと。彼女は彼のことを愛してなどいなかった。清き泉の情熱はただの虚像。さ、今回も絵がついているな。なんだよ、また謎解きか。もうダメだ、オイラは疲れた。クラクラする。頭の使いすぎだな。とにかく今回もよろしくな。わからなかったらまたガイアに聞いてみようぜ。彼女は彼のことを愛してなどいなかった。清き、何か分かったか。お前らが拾ってきたのただの恋愛小説の切れ端じゃないだろ。なんだ、間違って拾ってきてたのか。冗談だよ。
もう真面目に考えてくれよガイ。確かにこの謎は前回より難しいようだな。清き泉、清泉町のことか。清き泉の情熱、どんな時に清き泉が情熱を帯びるんだろうな。いい発想だ。例えばそう、滝とか。それなら清泉町の裏山にある滝のことだな。モンドの清き泉が情熱的な一面を見せてくれているのはあそこだけだろう。滝の心についてはおそらく滝の左側を指すはずだ。ちょうどその位置に崖がある。見回りの時滝の下から見たことがあるんだ。最後の寂しさに震える時は神の目が操る氷元素と何か関係があると思うぜ。氷元素を扱える仲間を連れてった方がいいぞ。大したことじゃないさ。セピロス騎士団の一員として謎の一つや二つくらい解けなきゃ犯罪者の企みを見抜くこともできないだろう。じゃあオイラたちは清泉町に行ってみるよ。ん？あ、違った。犯罪者の企みを見抜くのを頑張れよな。お前って本当にせっかちだな。おとなしくしやがれ。
こいつはどうだ？おとなしくしやがれ。おとなしくしやがれ。これ。こいつはどうだ？こいつはどうだ？これ。これ。Thank you.
こいつはどうだ。おとなしくしやがれ。こいつはどうだ。おとなしくしやがれ。こいつはどうだ。すまんすまん。これ。おとなしくしやがれ。これ。これで謎はすべて解けたぜ。大変だったな。それよりこの宝の地図ずいぶんと雑だな。海賊らしいといえばらしいけど。それじゃあ、はわっ、報告なんていらないと思うな。すぐに行かないとな。誰かに先を越されたらまずいもんな。例えばガイアが、ガイアが言ってた。ほんと、おいらはただその噂の剣をこの手に。でいよいよ一目見れればいいんだ。天下無敵とか遊んで暮らしたいとか考えてないんだからな。さ、おしゃべりはお宝を見つけた後にしよう。アルカディアのお宝探しの旅へ。
アルカディア遺跡ってここだよな。なんていうか普通。わかったぞ。普通だからこそ誰も気づかなかったんだ。深いぜガイアのじいちゃん。ネズミだろ。ビクビクすんなって。大丈夫だからさっさと行こう。お宝が待ってるぜ。こいつはどうだ。おとなしくしやがれ。仕上がる。これすまんすまん。これお前って本当にせっかちだな。おとなしくしやがれ。おとなしくしやがれ。これ。消してこの辺りを探そう。その必要はない。あとはこちらに任せてもらおう。お、勘がいい。イザードだ。宝刀団を代表して礼を言う。道案内ご苦労さん。そんな、おかしい。オイラたちこっそり動いてたのに、お宝の情報はどこから漏れたんだ。ふん。でもオイラは飽き、見くびってもらっては困るよ。俺の号令一つで外で待機している仲間が入ってくる。俺と違って話が通じない奴らでね。お楽しみのところ申し訳ないが、仲間とやらがここに来ることはないぜ。
そいつらとはもうモンドの牢獄内でしか会えないからな。もちろんすぐにお前も再会させてやる。その牢獄の中でな。騎士団だと？うわ、ガイアだ。ガイア、こいつお前のお宝を狙ってるみたいだぜ。早く捕まえろ。あとちょっとだったというのに。ほう、悪いがここにお宝なんてないぜ。無駄足ご苦労さん。おとなしくお縄につきな。え？お宝が今、お宝がないってやられた。騎士様も汚い手を使うんだな。盗賊ごときに騎士の何たるかを語られてもね。おい、ちょっと待て。おとなしく捕まってたまるか。なんだこれは。わざとじゃないんだ。ち、面倒なことをしてくれ。おい騎士、なんとかしろ。俺を見殺しにする気か。ああ、それも悪くない提案だな。待った、わかった。ちゃんと罪を認める。認めるから早く助けてくれ。交渉成立。少し待って。こいつはどうだ。
世界に拒まれた。逃げられないって言ったでしょ。今回は負けだよ。こいつはどうだ。この瞬間お前は永遠を。ほどほどにしておけよ。まさか騎士団に助けられるとは。情けない。約束はしっかり守ってもらうぜ。さあ、ちょ、おい、犯罪者への扱いがひどすぎないか。騎士団、冗談だよ。さて、こいつをモンドへ連行しろ。はっ、ガイア隊長。隊長、この二人も連行しますか。なに？必要ない。二人は今回のこいつらが偽情報をばらまいてくれたおかげで楽に砲塔団を捕まえられたんだからな。うーい、嘘つき、嘘だらけの悪人、騎士団の恥さらし。ストップストップ、分かった分かった。お宝は嘘だけど、お前だって一瞬でない。ルイ、行こう。こんなやつ。まあまあ、今回の件は二人のおかげで助かった。この件は夜を切り裂く勝利への不都合神剣。名前、この黎明の神剣は俺個人が大切にしているコレクションだが、これでよければ謝礼として二人に譲ろう。黎明の神剣。そうだ、話のわかるパイモンドのにふさわしい剣だろう。まあ、俺がその。わかってくれるな。お前たちのような優しい友人を持った俺は下方者だ。なあ、うん、今回の件は本当にすまなかった。でも安心してくれ、同じことは二度としないと誓うよ。楽しい一日だったよ。それじゃ、俺は帰って、奴ら今日はここで失礼するぜ。また騎士団に会いに来てくれよ。
向こうに何か変なものが。騎士団の仲間たちも今じゃ忙しくて首が回らないんだ。賑やかになってきましたね。
あげた風の翼はどう？結構楽しんでるみたいだね。けど飛行免許はまだ持ってないよね。飛行免許？なんだそれ。名前のまんまなんだけど、その飛行免許を持っている人だけがこのモンド城内を飛行で。え、彼もう結構飛んでるぞ。そんな話全然聞いた。毎日あちこち飛んでたからみんなの目に留まったみたいだね。にひ。じゃあ今日は飛行免許を届けに来てくれたのか。まさか。騎士にだってちゃんと規則があるからね。飛行免許はテストに合格してから騎士団が発行するの。今日は試験官としてあんたの飛行免許のテストを監督しに来たんだ。風の翼を渡したのは私だからね、責任を持たないと。きっとジンさんもそう言うし。テストなんか面倒だな。でもアンバーが試験官なら。うん、あんたなら楽勝だよ。それに簡単な試験だから安心して。風魔竜を撃退した時の飛行ができれば問題ないはずだよ。でも規則と飛行基準は守らないとダメだからね。この飛行指南をあげる。覚えなくてもいいけど理解はしておいてね。例えば2人で風の翼を使うのは禁止。とにかくよく読んでおいて。分厚い。うん、よ。セピロス騎士団の飛行指南。世界に最初の風が吹いた時、空に羨望を抱いたスズメは翼があるにもかかわらず飛ぶことができなかった。彼らは風神に問いかけた。どうすれば大空を抱きしめられるのかと。一番大切なものがまだ見つかっていないから、そう風神は答えた。風は草原をなで、タンポポの種を彼方へと飛ばす。彼らは必死に翼を広げた。ただ草原の風はあまりにも優しく、足をもつれさせるだけだった。そして彼らは峡谷を訪れる。吹き荒れる強風は彼らに自らの力を見せつけた。彼らは勇気を振り絞り、谷から飛び降り、うなる風の中で翼を動かす。あの空を自由に飛べるようになるまで、ただひたすらに。そして彼らは危機として風神に言った。なるほど、風の強さが足りなかったんだと。風神は答えた。いや、大事なのは強き風ではなく勇気だ。それが君たちをこの世界で初めて飛ぶ鳥にしたと。いい話だったな。けど騎士団の飛行指南ってこんな感じなのか。とにかくアンバーのところに行この仲間たちも今じゃ忙しくて首が回らないんだ。
となしくしやがれ。おとなしくしやがれ。こいつはどうだ？